ショールームしてたんですけど、時間が過ぎちゃって途中でというか切れちゃいました。で、再開しようと思ったら制限時間がオーバーしたので、今ショールームイベント中なんですけど、3時間までって決まってて、どっかで長めに配信しちゃったのかな。3分前ぐらいに切れちゃいました。なのでちょっとお話の途中だったので一旦戻る。あ、ランキングも読んでない。ショック。そうだ、ランキング読んでないや。あー、やっちゃった。なぞなぞに大ハマりしてたから。なのでちょっとここでなぞなぞを考えて答え終わったら終わりにしたいと思います。なぞなぞが8メンバーの中でいつも念入りしてる人は誰でしょうみたいななぞなぞだった。なんだっけ、8メンバーの中でいつも念入りされてる人は誰でしょうっていうなぞなぞの答えをみんなで考えてたら終わっちゃって、なんだろう、念押し、念押し、し、しよ、念押し、押し、念押し、念押しってどういうことだ、ちゃんとやっといてよねとか、だからよろしくねとかってことだよね。念押し、あ、念入り、あれ、私なんて言った、間違えてた、わかんない、何、念押し、念押し、ね、200人も見てるはず。しつこく言うってことだって。あ、なるほど、しつこい、しつこい、本当に大丈夫だよねみたいな。分かる人いますか、チームエイトメンバーで、ね、いつも念押しされてる人は誰だっていう問題だった。念押し、念、念押し、押し、分からん、分からん、誰も分かんないの。なんか私のファンの方々はなぞなぞが得意な方が多くて、なぞなぞをね最近ハマってて、ショールームで毎日やってるんですけど、なぞなぞの問題も考えてくれるし、なぞなぞの答えを当てるのも超早いんですよ。ほんと博士、なぞなぞ博士、だけどこの問題は分かんない、迷宮入りだ。言うなっていう、言うなよってこと、言うなよで服部言うな、言うな、下を、下を、下を、清水マリア、清水マリア、ユーナかな、服部ユーナかな、服部ユーナっぽいよ。そう、ユーナだ、ウナタン、ウナタン、答えはウナタンでした。終わった、なぞなぞ、なぞなぞ終わった。そう、言うなってことで、言うなよ言うなよで言うなだ、なるほどね、なるほど、なるほど。じゃあ私から問題です。
じゃあ、駐車場で、車入れるところ一つ一つにナンバー書いてあるじゃないですか。で、その駐車場はほぼ満席だったんだけど、9番だけ空いてました。9番の駐車場だけ必ず車が入らず空いてました。それはなぜでしょう？なんで9番だけ満車？満車？私なんて言った？満席って言った？ごめん。正解いるけど。あ、正解、あ、何？汚いから。どういうこと？ねえ、どうしよう。270人ぐらい見てる。どうしよう、どうしよう。お風呂上がりなんですけど。やだ。そう、正解は車は急には止まれないからでした。車は急に止まれない、車は急に止まれないだからでした。イエーイ。はい、以上です。では終わりです。今ね、毎日ショールームイベントで毎日ショールームをしてるんですけれども、明日は5日目、残り3日でスケジュールはこうなっています。ぜひ時間があるよとか、なんか暇だなとか、ちょっとまあそんなに暇じゃないけど見れそうだなとか、ちょっと気になるなとか、明日ショールーム覗きに来てください。イエイ。では終わりにします。すいません、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。終わる、残しますね。なんかアーカイブみたいなやつ初めて残す。バイバーイ。おやすみ。歯磨いてね。終われない。あれ？